れていた星みたいに明るい本当に嬉しく思っています。昨日タイガース勝ったんですよね。優勝旗がそこに書いてるの見ながら思ってました。尼崎商店街、私すごく大好きで、いつもね、こうやってライブに出させていただくたんびに、商店街すごい好きでって言ってるんですけど、今日も絶対野菜を買って帰ろうと思います。そう、すごい暖かい、ね、商店街なんですけれども、なんとね、嬉しいことに安い安い、野菜も安いし新鮮で、ここだけの話、今日ちょっとね、靴を忘れちゃったんですよ。やっぱり靴を忘れちゃって、でどうしようって思ったんですけど、そこは商店街、靴も売ってるんですよ。イエーイ、安い、そして安い。そうなんです、ね、こん
なんかすごいありがたかったです。もう普通ね忘れて皆さんの前で裸足で歌わないといけないところをね、あの商店街が救ってくださいました。はい、何でも売ってるからね、安心していつでも来れます。ありがとうございます。あのそう、皆さんはやっぱもうライブこうやってね見に来てくださってる方や通りすがりのね、方もいてると思うんですけれども、なんか買って帰られますか？なんか予定はありますか？なんかどこどこに行くよみたいな。多分あの私のファンの方たちはこうやっぱちょっとだけね、あのライブが終わった後にこうちょっとみんなでお酒を飲んで帰るんじゃないかなって思ってるんですけれど、間違いない、ね、真後ろに磯丸水産もあるし、ね、そんな感じかなと思ってるんですけれども、はい、あのその前にねライブをいっぱい楽しんでいただいて、今日はね私もまだまだ歌わさせていただきますので、一緒に楽しんでいっていただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは、次の曲に入りたいと思うんですけれども、次の曲は、まあ、まだ6月でねちょっと梅雨でジメジメしてるんですけれども、ここにいる皆さんに一足先にね、ハッシュタグが流れてますけどね、あのハッシュタグも応援しつつ、あの一足先に夏の気分を味わっていただきたいなと思います。この曲を聴いてください。サンフラワーあり。